それでもね、前回ね、うん、あの矢口には写真集を僕の楽屋に置いてってくれたんです。あ、僕の楽屋に来ましたよ。すんごいエッチなんですよ。なんだよ、何あれ。結構ね、矢口ね、バンバンバンなんですよ。バスバスみたいな。来い来い、カメラマンみたいな。そんなんじゃないですよ。バスバス、そんな写真集じゃないですよ。うっそ、あれどこ、ハワイ？あれベトナムなんですけど。ベトナムですよ。何でそんなエッチなの撮ってるの？違う、エッチなんです。あの下着みたいなのあったべ、ブラジャーとパンパンって。ないです、全部水着なんですけど、あの二十歳になった記念ということで、うん、あの行かせてもらったんですよ、ベトナムに。そりゃベトナムでバンバンと来い来い、この来いベトナムで来い。そういうのがもう14歳とか平成元年とか伝わらないのよ。タコちゃんはどうだった、ベトナムで来いって見た時に。エッチかった。エッチかった。キュッて感じ。もうそういうイメージなしですか。やらしかった。だろだろ。よしはどうだ。ダメって思いました。今までパン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 とか言っててですよ、はい、ね、はい、それが急にですよ、ドンペーパーズカカーみたいな。そういう感じがしたんですよ。せっかくこの間よ、うん、あの写真集出してどんなでしたっけ。バーン。いやだ。
二十歳の矢口が初めて見せる大人の表情バーン。わーい、やだ。なのになんでまた小学校6年生とか。二十歳の矢口ってどんな矢口なんですか。バーン。ヤグちゃん見てもらいたくてかあ撮ったんだね。 そうですけど、だったらいいじゃんか。改めてこういうとこで、二十歳のヤグチって高さんどんなヤグちゃんですか。もう、見てるじゃないですか。自己紹介してもらいましょうか。はい、小学6年生の清水咲です。はい、私の特技は寄り目とダンスとネイルの早打ちです。よろしくお願いします。じゃあまず寄り目お願いします。どうぞ。はいはい、寄りました。最近一番ショックだったことは、うん、矢口が急に大人になっちゃったことです。どうですか。やめてください。俺使ってるところなんか恥ずかしい。もう俺この間ね、矢口 DVD ももらっちゃったんですよ。はいはい、どうでした。それ見ていいのかどうか悩んじゃって見て自分でなんか病気になっちゃったみたいな。怖くて見れないんですけど。すげえつぼさあ、そんな中あのカメラね、いくよ。のジックスでイグジックスライバイ。どうぞ。なんでですか。キャーって。やーっつけた。違う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 。こうやってリズムね。いや、中澤とか出てる時普通にブラジャーとかこうやってましたよ。そうだよ、ブラジャーなんこんなことやってたよな。はい、おっぱいちっちゃくせえな。そんなこと言わないでくださいよ。そんな字大きいから違う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 。出してます。なんていうのタイトル。タイトルは高橋愛とか綿飴とか。あ、二冊出たの。三冊。三冊出してるの。三冊。矢口は？矢口。マリ矢口。D。オフ。お、三つ出してんだ。はい。あれ矢口の写真誌ってどんな写真誌なの？ダンダン。でも。
ーって気づいてあれ寄せてるんですよ。そんなこと言わなくてもいいじゃないですか。すぐワイヤーでやだベトナムやうち